はい、朝日新聞の星です。昨日の、西川さんの辞任の件なんですが、今日の閣議閣僚懇でですね、総理をはじめ出席した閣僚の方々から何か関連の発言がありましたでしょうか。全くありませんでした。はい、TBS パーニーです。改めてになりますけれども、交代の後ですね、後任に林さんということで、林大臣に臨むことを確認してほしいです。どうぞ。まずですね、西川大臣についてはですね、昨日、国会審議についてですね、自らの問題で、時間を費やされるのは本意じゃないと、そういう形で、辞任の意思は固く、辞任されたものでありますけれども、それを受けまして、林大臣を後任に総理が指名をいたしました。まずこの農業というのはまさにこの大改革の極めて重要な時だというふうに考えています。そういう状況の中にあってですね、若者がこの魅力を感じることができる農業、農村の所得倍増を目指して今その大改革を行っているわけでありますから、そのためにもですね、やはりその行政に明るい方になきゃならないと、安倍内閣において、2年近く農林水産大臣を務めてですね、また党においても農政改革の責任者として、西川大臣とある意味では二人三脚で取り組んでこられました林さんをですね、大臣に直ちに今指名したのであります。林大臣のもとにですね、これは政府与党一体としてまさにこの農業大改革をしっかりと推進してほしい、こういうふうに思っています。もって西川大臣その自らの問題で費やされるのか、国会で審議費やされるのが嫌だということでしたけれども、今日ですね、すでに野党側がこのままで審議に応じられないということで、現在予算委員会から開かれていますが、予算のですね、年度内成立はさらに厳しい事態に、例えば昨日の議論の中でもですね、西川大臣に対して農政の質問ってほとんどなかったですよね。個人の問題だけであってですね、そういうことで西川大臣がですね、まさにこの政策の審議に集中すべき中にあって、自らの問題であのような形になったことは本意じゃないという形で辞任されたわけであります。そういう中で、政府としてはですね、国会のことでありますから、国会、与党の国会対策の中で、野党に対してですね、この国民の皆さんが一日も早く成立を望んでいる予算でありますので、ぜひご協力をいただくように国会の方で今対応しているだろうというふうに思います。はい、関連ですけれども、この件があっても予算の年度内成立も受けることはいずれにしろ、政府として国会の予算審議について、コメントすることは控えたいと思いますけれども、年度内成立に向けてですね、最善の努力を続けてほしい、こういうふうに思います。はい、国会写真文佐藤です。関連で閣僚の辞任ということになれば、昨年のお二人に加えて3人目になるんですが、いずれも政治とお金の問題ということになるんですけれども、政権運営への影響というのはどうなんですか。そこはですね、そういう意味で、今回、西川大臣が辞任されたと間髪入れずに、経験豊かなですね、即戦力の林さんを大臣にお願いしたわけでありますから、そういう意味で、昨日総理が発言してますように、この政権です、この政策の遅滞というのはですね、それはないというふうに思っています。朝日新聞佐藤です。政治と金の問題というのが続くという、こういう現状についてはどのように見ていますか。ここはですね、その大臣じゃなくても政治家はですね、常日頃から政治資金についてはですね、自らの襟を正し、また自ら説明責任をできるという、そういうことはこれ大事だというふうに思います。
東京新聞のことです。関連ですけれども、昨年から大臣が3人も辞めることになったんですけれども、政治と金について安倍政権の取りまとめる官房長官としてどのように考えていますか。まあ、ここはですね、政治資金、例えば今回の場合ですね、届け出をして、しかしその1年以内に、国から補助金を受けたとか、なかなか難しいところは確かにありますよ。そういうところをどうするかということはこれ考えるべきなんだろうというふうに思いますね。例えば外国人研究が一時問題になりましたけど、総理は外国人研究を受ける前にそういうものを書いてますね。外国人じゃないということを、そういう工夫もですね、する必要があるだろうというふうに思いますね。政治家自身は1年以内にその補助金を受けたかどうかというのはこれほとんど分かりませんから、そこは自らそういう形で、受けてませんねとか、そういうことを受けながらやっていくということが政治家としても必要だろうというふうに思います。閣僚が3人目辞任となりまして、国民の不信が高まっていることについてどのように聞きますか。私は説明をきちっとしてですね、次の方に頑張ってもらえれば、そこはしっかりですね、することがまず大事だというふうに思いますね。政策、この国会審議も含めてですけれども、予定通りに政策法案を成立させていくという、そこに全力投球をしてですね、国民の皆さんから理解を求めていくことが大事だというふうに思います。読売新聞の会議です。関連になりますが、西川前大臣は昨日辞表提出後の記者団に対して、いくら説明してもわからない人にはわからないという発言をされています。で、一方で総理は昨日の予算委員会で辞任前になりますが、引き続き国会議員として説明責任を果たしていくことが重要だと述べられています。所管としても、辞任をしたとはいえ、今後も引き続き理解を得るようにこう説明をしていくことは重要だと考えています。政治家というのは先ほど申し上げましたけれども、大臣である内に関わらずやはり個人でありますから、常にそこは異例を正し説明をできるようにしていくということは、これは大事だというふうに思います。 NHK プラス事業所管の政策の主体内容です。農協会社の運営に対する緊急事態についてはここはですね、経験豊かで即戦力の林大臣でありますから、もうすべて今やろうとしていることは理解をしてくれている大臣だというふうに思っています。大臣をですね、辞められた後も党でやはりこの TPP 農業のですね、全体の責任者もやってましたので、そこは全く心配していません。先ほどの確認ですけれども、国家審議についてということで、野党側は基本的質疑をやり直すように与党側に求めているわけですけれども、これについての対応はどういうふうに。国会のことですから、それはすべて国会に委ねたいというふうに思います。はい、時事通信の鈴木ですが、林さんについてですね、就任したばっかりであれなんですけれども、もともとやっぱり農水局でもなければ、それがいいっていう部分もあったんでしょうけれども、結局なかなか根回しとかなんかができなくて、TPP にしても農協改革にしてもなかなか回らなかった部分ってとても多かったかと思うんですけれども、その辺いや、そこは全くなかったと思いますよ。大臣辞められてた後もですね、自民党の責任者として今回の農協改革を党を代表してまとめて くださってますから、全体についてはよく理解をしている、こういうふうに思います。はい、読売新聞の海江です。話題変わりますが、昨日国連安保理の公開討論会で中国の王毅外相が歴史的事実を認めず、過去の侵略を否定しようとする者がいると、名指しはしていないんですが、日本を
牽制するかのような発言をしました。で、まあ、その後日本の国連大使も反論はしているんですが、この戦後70年の節目で歴史認識をめぐる攻防が国際社会で激しくなることが予想されますが、日本政府としてはこういった中でどう日本の立場を発信していこうとお考えですか。まあ、まさに国連の中ではそれぞれが国益をかけて、しのぎを削る場面でありますから、中国がですね、そういう、コメントしたことも承知しますけれども、日本はですね、戦後70年にわたって先の大戦の深い反省の上に立って平和国家として世界の平和と繁栄に、貢献してきたと、ここについては多くの国際社会からですね、理解を得て評価されている、ここは中国党だというふうに思いますし、さらに日本の吉川国連代表もですね、この法の支配を含む国連憲章の目的と原則を堅持しながら、平和国家として国連とともに国際社会の平和と繁栄、そして人権の保護促進と、こういう分野において日本は貢献していきたい、こういうこともきちっと言ってますから、日本として、やはり主張すべき点はしっかり主張し、ここが大事だと。はい、関連になりますが、明日から70年談話に向けた有識者会議始まりますが、この70年談話もこうした日本の立場を国際社会に浸透させる有効な武器になるとお考えですか。いずれにしろ明日から始まる中でですね、議論始まるわけですけれども、当然ですね、今は申し上げましたように、戦後70年間の間に戦前の反省の上に立ってこれだけの国を突き上げてきた、そしてまた未来どうするのかと、どういう形で平和国際社会に貢献していくと、この3点からの談話になるというふうには思います。よろしいですか。はい、ありがとうございました。